かがお過ごし？もう眠いよ。なんかね、眠いんじゃけど、お風呂の中でちょっと寝た。10分ぐらい。もうなんかこの時間なんやね、なんかルーティーン、お風呂が上がるルーティーン。なんか大体この時間に、あ、びっくりした。雲がおるんかと思った。まあいいんじゃけどね。え、雲がおるかとか、まあいいんじゃけどね。2回言った？はい。はい。そう、ルーティーン。お風呂にも使ってゆっくりするし、ちゃんと。こんばんは。こんばんは。みんなもなんかあるルーティーンの時間、毎回この時間にみたいな、決まった時間になんかいること。アイドルしとったらね、変わるんよね。毎回この時間に起きようと思っても、例えば毎週土曜日が来るとするじゃん。土曜日になったらラジオの夜中までラジオがあるんだけど、そういうのがある時はだって、一瞬でもう、ね、無理。毎日同じ時間に起きるの無理。いや、すぐ戻すよって感じなんだけどね。9時に寝落ち、決まった時間に寝落ちするの。毎日この時間にこの橋見る。お疲れ様です。スガキや台湾ラーメン美味しい。ミヨマルじゃないよね。違うよね。めちゃめちゃ今日その話して、お話し会変えんかった。それはもう大事件じゃね。絶対来て、来てほしい。来て来て。来てほしいのに。名古屋の人ってやめて、ちょっと。広島の人だっけ。いや、なんかね、広島の人だっけ。行く。嬉しい。お布団に入ってます。お布団に入ってるというか、ここ布団なんだけど、ベッドの上なんだけど、ベッドの上なんだけども、普通にお布団に入ってる。同じ回数増えたんよ。ありがとう、ありがとう。みんながいっぱいね、来てくれるけよ。そう、私名古屋に来て、あ、なんか名古屋弁とか映るんかと思ったら、私が広島弁を映しよる。こんばんは。あ、お話し会初参加。初参加やば。絶対楽しいよ。貸して。めっちゃ笑う。すごいじゃろ。来て来て、広島弁。そうよ。私の広島弁映る。ココアの広島弁マジ映る。ほんまに。そんなに強いんかな。全然わからんなんだけど。ミヨマル使ってたよ、昨日ね。ジャケとか出ちゃう。話しちゃったら出てくるってこと？ほんまに？ココアちゃんの広島弁が映ってるし、ココア推しは多いとか。ココアちゃんの広島弁が映ってるココア推しは多い。ほんまに？リアル推しに似てくるやん。ほんまに嬉しい。嬉しいね、それは。嬉しいよね。
嬉しいことよね。広島弁が移って一人称がわしになりました。やめて私わしって呼んでないんだけど。え、待って、もしかしてさ、なんかでも時々私さ、こう私って自分のこと呼んでるけど、なんか話したいことがこう心から前のめりになりすぎて、あのなんか私っていう自分の一人称を、うん、なんかわしってさ勘違いしてしまう人いる？もしかしている？ねえ、そしたらやばい。ねえ、やばいんだけど。まあいいけどね。全然いいんだけどね。全然。あ、うちっていう子もおったけど、なんか将来大人になった時にあのどこに行っても通用する、あ、どこに行ってもなんかこうなんて言うんだろう、例えば大人の方と喋る時もあの普通に自分の目上の方と話す時もつってなれた、私っていう言葉になれてた方がいいっていうことで私にしました。昔はココアって呼んどったよ。でもうちっていうのを通ったし、ココアはって言ってたよ。で途中からココアになった。ココアはコカ、ココアってなんかこうそんなもん、そんなことね、言うよりコカ、あ、ココアって言うよりもやっぱり話したいことが気持ちが前のとかなる。でもめっちゃ今でもなんかでも普通にナチュラルよ。だって昔は声だったっけ、看板は、そう、昔は声だったっけ。コカはなんかやっぱ昔あのなんて言ったらいいんだろうね、昔そうだったっけ。別に今全然違和感ないよ。みんなから違和感あるかもしれない。それにコカの広島弁モノマネをよくするわ待って、何、ちょっと今度で見せて、今度聞かせて、チェックするわ。多分似とるわ。あー、ね、でもなんかアイドルやっとって、なんかラジオでなんか何々はって、まあ、あの自分のことをなんか私はとかじゃなく、え、会はとか言ったらなんかおー、ラジオの人みたいなの思わん？わ、いっぱいギュッと来てる、ありがとう。いや、我が輩はもう言わんし、会はとか自分のことを誰が喋ってるかっていうのをリスナーの方にあのなんて言ったらいいんだろうね、わかりやすくこう前置きして、ね、そう、会はで、なんかでもアイドルって言ったら確かにココアっていうのでも良かったなと思う。ココアの名前の由来、いや私の由来ですか、これ待ってましたって言わんばかりな顔してるじゃろ今。あの私の名前の由来はあのあのね、キムタクさんがの娘さんがココミちゃんっていう名前で、ちょっと私が生まれるちょっと前にすごい
なんか話題になって、あのでそして私が生まれてきた時に、時系列的に言うと、そうキムタクさんの娘さんがココミさんが生まれて、その後カイコカは爆誕で、あの名前はこの子どうしようってなった時に、じゃあキムタクの娘がココミならうちはココアで行こうってことで、あのココアになりました。一文字ちょっと変えたらしい。なんか一緒だったら、ココミだったらなんかもうほんまにそしたら一緒じゃん。何爆弾って何、え、爆弾って言った、やばすぎ。そう、カイコを爆弾した後にで、そうよね、深い意味があると思ったよね。初知り、よかった、知ってくれて嬉しい。ココミちゃんかわいい。で、同じココミだったら、あのココミちゃんだったらなんかやっぱりほんまに一緒になるし、そ将来も多分、あ、だれ、あのキムタクさんのお子さんの名前と一緒ですねってずっとなるわけ。なる。一文字書いてくれた、あんたは偉い、ありがとう、褒められて嬉しい。そんな感じよ、ココアです、大事にしてね、名前ね。この顔でさ、他にどんな名前があるじゃん。今天の空役なんやけど、空ちゃん、なんか空ちゃんって呼ばれてる。いや、舞台の稽古、空ちゃんって呼ばれないけど、空ってめっちゃしっくりくる、自分的に。空です、ほら、なんかもう、あ、空です、空は、空の好きな食べ物はとか、なんか普通に言いそうじゃん、この顔で。めっちゃ似合うくね、空ちゃん。似合うでしょ、すごい大したことない話。いや、そうよね、名前の由来さ、もっとね、なんか空ちゃん合ってるやろ、五感がしっくりくる。ほんまに、名古屋弁分からんの。空側に見えてきた。どういう顔なのそれ、気になる。相性診断でココアちゃんとの相性 100% だった。お話書いてるから、え、絶対いいじゃん、来てよ、来て、そういうきっかけって大事よ。で、ほんならショールームでああいうコメントしたものですってなってくると分かって覚える。で、痛い足が、空です、ん、空っぽい、今ね、あの足に豆ができた。なんで？ライブしてる時ならわかるけど。こんばんは。こんばんは。3分ドラマの役の名前はマチコです。マチコじゃないな、マチコ顔じゃないな。マチコ顔じゃなくない、マチコです。
言ってるよね。まちこです。超違和感ある。そらです。やばい、まちこではないって。やばいって言ったって。やばい、マッチしなさすぎるね私と。マチコだけに。はい、マッチングマチコ知らんだで。こんばんは。あー、冬もあったな。あとはマホロ。マホロです。マホロはまだいけるか。マホロです。マホロってさ、会ったことないな。周りにおる友達とかにどうやってその名前が生まれたんやろ。マホロ好評すぎん。え、マホロって人いる。え、芸人ってかタレントさんでもいる。有名な人いなくない。珍しいもん。会ったことないよね。私見たこともないんだけど、どうやってこれを組み合わせたんじゃないって思うの。いないよ。あ、アニメのキャラね。確かにアニメのキャラにいそう。マホロパ。マホロバって何。え、あとね、うん、あ、私なんかあのちょっと話変わっていい。マホロからちょっと名前から抜けていい。こんばんは。抜けていい。ちょっと抜けちゃっていい。いいですか。マホロの話はちょっと思い出した話でいい。あの、マホロ名前っていう感じで、あの違う話になっちゃうんだけど、違う話っていうかある漫画の主人公の名前を思い出しただけない。ごめん。あのマホロ名前ウサギ漫画ってことないけど、あの漫画で月のしっぽっていうね漫画があって、少女漫画があって、でその子の主人公の名前がうさぎちゃんない。そう、まあうさぎはいい。うさぎ、うさぎちゃん。え、このうさぎよ。うさぎちゃん普通の人間だけどね。なんかくのいちの話ね。なんか忍者って、なんか忍者の話なんだけど、なんか甲賀とか伊賀とか、なんかやっぱり昔忍者が有名だった場所。セーラームーン。そう、セーラームーンみたいな感じじゃないけど、まあ別なんやけど全然。でなんかその伊賀と甲賀がそのなんかその忍者が有名でっていうのは、それはさ本当にあった話じゃん。うん、てか そこら辺の近くに行ったらなんか大体お話しされるやん。で今三重が近いんよ、名古屋におったら。で三重の話をした時に、三重は
甲が伊賀、伊賀、三重は伊賀じゃん、甲が伊賀、そう三重が伊賀で、まあ、でも頭がもうおかしくなってきた、何の話しとるか分からなくなってきた。でその三重、伊賀、伊賀の話なんやけど、三重があの名古屋のスタッフさんがおるきさ、名古屋のスタッフさんに、舞台のスタッフさんにで伊賀の話をしたら、あー忍者の伊賀、忍者が夢ですよねみたいなことポロって言うとするやん。そしたらめちゃめちゃなんかね、喜ぶじゃないけど、なんかあー知ってるんやみたいな。でその昔その漫画を読んで、当たり前に伊賀とか甲賀がなんか忍者とか有名っていうこと知っとるけど、なんかそれがすごいいろんなところでなんかね、よく知ってるね、面白いだねみたいな感じで、すごいなんか評価されることが多くて、だからみんなも覚えた方がいいですよ。伊賀と甲賀は忍者が有名、僕は一般常識らしいんですけど、みんな知ってるけど、なんかみんな知ってる、なんか何で知ってる、どこで知らん、ずるい、ずるいよ。それ伊賀行きたい、どこから見てほんまそれな。あ、じゃけそういうみんなが知ってるけ、逆にコカンも知ってるの、知ってるんだみたいな感じでさ、そういうこと知ってる人たちが評価してくれたらいいや。知ってる人がおらんかったらね、ただの知ったかぶりみたいになるけね、それ以上の話が出てこんあ、伊賀って忍者のですよね、ちゃんちゃん、私の知識もうそこで突き取る。私が知ってること大体知ってる、それな、そうなんですよ。なんでな、知識浅い。服部半蔵ね、半蔵弁慶よ、そう、ええ実在する、いや、あの弁慶は実在するのは知ってるよ、内弁慶じゃん、そういう名前、そういう言葉もあるじゃん、なんかあのそれが直接的になんか一緒でした。え、弁慶は別に、え、服部半蔵が弁慶じゃない、あ、間違えた、半蔵さん、半蔵さんって言っとったわ、ねえごめん、あのこれはあ、みんな知ってるけどいいか、おじが言ってること全て正しいことじゃないので、ちょっと待って、こっち一旦リセットしよう、話変えるか ねえほんまに知らんのんよ、私何も知らんのんよ、ほんとに私もちょっと知ってることに話したい、知ってること話したい、うん、落としどころが見つからん、知らんすぎて、無知すぎて、無邪気でいいですか、本当に野球、え、今日どっちが勝ったん、私が見たのはオリックスまでだったんだけど、オリックスが勝った、やば、
あの 1-0 もしかしてあのまま私が見た時はまだ 1-0 てかまだ8回7回とか見た時どっち応援、いや応援とかはないけど、いやすごいなんか面白いなって見てる。だって去年はさヤクルトが日本一になってたじゃないですか。またこの2チームがこう、だってオリックスとかさもうなんか土天場のさ下克上じゃないけどなんかそのギリギリになってギリギリ、あ、下克上じゃない、あのなんか最後までどっちが勝つかみたいな時に出てきて勝ってみたいな。んでまた今え、待って、ヤクルト勝って引き分けてまたヤクルト勝って、今日めっちゃ大事な試合だったもんね。今日オリックスが勝ってまた明日オリックス勝ったらどうなるか分からんもんね。これで強いね。すごい。やっぱ野球って面白いですね。なんかオアシス名古屋の話になるんだけど、名古屋のオアシス28、あのそこまで行ったらなんか中日ドラゴンズ柱みたいなあの選手が書いてある柱がいっぱいあのありましたよ。青だったしね、もう世界がめっちゃ大きく超えれたんだけど、あ、21か一緒よ、21も28も1とか8とかなんかちょっと歯の違い欲しい。オアシス21、うん、誤差ねえ、おかしい、ごめん、7も多いね、確かに誤差じゃないね、これは響き似てるんよ。そうなんよ、ほんまそれないの、誤差にしとこう、ちょっと待って、許容範囲で名古屋ね。最近なんかやっぱり稽古でうちほんとよく喋るじゃん、喋って、前は来た当初はめっちゃ散歩とかしてた、あこんな場所なんだ、こんな場所なんだ、もう最近なんかねお昼ぐらいまで寝て食べて寝てでずっと稽古して帰ってきて今。もう迷子になってない、まあお出かけでないき、上名護生活、そう状況ならぬ上名護したきやね、あつまりは慣れてきたってことか、そっか、生活に楽しいよ、一人暮らし、え、うん、あんまりの、うん、なんかホテルよりいいね、マンスリーマンションの方が。佐野屋の天ぷら、佐野屋の弁当でスタミナつけよう。佐野屋って何？え、明日なんか美味しい名古屋飯行こっかな、なんかない？ちょっとみんなで決めてや、なんか多すぎて、いっぱいありすぎてあれない、もううなぎをひつまぶしはいいな、あんかけスパ、あ、モーニングもいいけど、え、みつかつ食べたいな、え、オクラトーストさ、あの調べとるんよ、いっぱいひつまぶし、ヤバトン、ヤバトンめっちゃない、あんかけスパってどういう、なんかさ今日さあんかけスパの話になって、あ、手羽先食べたいな、久しぶりに、
セブンイレブン。スガキ屋のラーメンね。ラーメン。お好み焼き食べたい。今日ね、マネージャーさんに連絡しました。広島にいるんですか？マジでどうしてもお好み焼きが食べたい。味噌カツ意外とあっさりってみんな言うんだけど、どういうことなの？野村さんに聞いた。あ、そう、あのね、みおまるとももたんにあんかけパスタ、あんかけそばってなんてあんかけそばってどういう味なんて聞いたら、二人がせーので答えたんだけど、全くなんか違う回答して、辛いで、まあ、宮村が言ったんやけど、でももたんは甘いみたいになって、え、どっち聞き取れんかった。そんなに一緒のタイミングで一緒に、なんかそのどっちなんだ。でカノン曰く、なんかそのメニューがあって、そのメニューのそのなんか頼むものによってなんか違うらしい。辛いのも選べるし、なんか辛い合わせて洗いねえ、面白い。どっちなんやろうね。今日なんか涙袋ないですか？なんで？でもこんなにさ考えるじゃん、明日の旅を。明日になったらなんかもうね、眠いってなるんだよな。新幹線ホームのきしめ。おお、あった。もうマジさ、新幹線降りるやん、上名護してきた時に一番最初に思ったのが、なんかあのなんか新幹線を待ってるじゃない、新幹線を待ってるんじゃない長蛇の列があって、え、ほんまにこれ何の列と思ったら、なんかそのなんかキオスクとかがあるような場、広島のキオスクポジションになんかうどん屋さんみたいなのがあって、麺きしめ、そこからめっちゃ長蛇の列が溢れてて、広島の台湾を出す店どこにある？お好み焼きが食べたい。かいはー、免疫、やっと免疫にさ慣れてきたんだけど、上名護って響き最高ですね状況、いやこれマジ上名護じゃもん1ヶ月上名護したらもうそれはもう名古屋の人やもん。全然です。名古屋のこと分からんけど、上名護、名古屋でお好み焼きだと関西の、分からんのよ。どうなんみんな知らん？お好み焼き食べたことない？上名護して、上名護して名古屋来て、お好み焼きあったかな。好み焼き食べたいな。新井新監督が日本シリーズで解説してた。え、やっぱりそうよね。
私あのそのちょっとラジオのやつ聞いたんですけど、あのラジオっていうかなんか運転手さんがなんかラジオ流しててあのやるあの日本シリーズの、そしたら声が新井さんで、誰なんじゃろうと思ってた。昼お好み村のハッシュで食べた。え、食べたい。え、名古屋じゃないんですよ、広島じゃん。こんばんは。モダン焼きって呼ばれるの、なんで？モダンって古典的な感じじゃん。そしたらもう直訳してるけど、古典焼き。調べてくれたの。広島のこの駅あるの。そば入ってるのがモダン。あ、現代か。お好み焼き食べたい。関西風はなんて言うん。こんばんは。でも時間じゃないけど。すごい。せっかくさ、いや絶対広島の方が美味しい。広島で食べるやつの方が美味しい。分かれてる。おやすみ中。わっ、今日ちょうどみちと一緒にね、なんか連絡取ったよ。何だっけ、ツイッターでみちゅの写真が流れてきて、みちゅの可愛い写真が流れてきて、なんかあのヘアゴムとイヤリングみたいなあの紹介をしてたんだけど、みちゅが可愛すぎてヘアゴムとかなんかそういうの目に入ってこんって LINE 送ったら、ファンみたいな、ファンの方みたいな反応をするんじゃね。で連絡来て恥ずかしくなった。漏れたらしい。明日のお知らせ気になる。何よ明日のお知らせって。こんばんは。6時半、朝の6時間半、早っ。そんな早朝なの。あ、明日発表なの。そっか、明日発表なのか。私、はい、知ってるけど、絶対に起きて盛り上げましょう。ギリ間に合った。ありがとうございます。6時半、まあ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 、わあ、6時半か、朝早いな。朝そのまま起きる。え、やば、ちゃんとあれするわ。反応しましょう。ね、寝れるか起きるか、起きましょう。ちょっとランキング読もう。先にちょっと13位、
たまご豆腐さん、12位もっくんさん、11位なおさん、11位なおさん、10位ひささん、9位筋肉愛好家さん、8位なるさん、7位すえさん、6位のっしーさん、5位団子部長さん、4位むらさん、3位かきひろさん、2位やまさん、1位癒やし系さんです。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見ていただきありがとうございました。今日もこの時間にお会いできて嬉しかったですね。なんかこの後加湿器つけよう。絶対に喉は命ですので。最近さ、あの低い声も出るようになったし、もともと低いんか、高い声も、ね、出るようになったんですよ。細いけど、やっぱりなんか声が届けんといけんけんね。おおおお、みんな今日もお疲れ様でした。明日も頑張りましょう。明日は木曜日。なんか今日枯れてるんかな。いや枯れてない。いつもいつも通り。でも全然出しづらいとかないのか。明日も配信します。この時間に会いましょう。バイバーイ。乾燥注意、寒さに負けないようにみんな、あの、かじかんように。